3月7日1日の取引を終えました。日経平均株価は続落しました。昨日に比べて140円80銭安い2万1456円01銭でした。2万1500円の節目を割り込みました。今日の高いところが1472円、安いところが1402円になりまして、高安の値幅としては極めて狭い70円程度の値幅の中で安値膠着でした。トピックスは昨日に比べて 13.59 ポイント安の 1601.66 でした。5場13時40分には1597ということで1600割れがあったんですけども、終わり値では1600をなんとか維持しました。マザーズ指数、こちらが 1.8% 安の 928.76 と軟調な動き。日経ジャスダック平均も30円5銭安、3451円51銭でした。東京市場は4指数とも下落しました。日経平均冷やしチャートです。こちらですね、2万1800円台つけたところをトップに、ややこのところ直近冴えない動きとなっています。ただ2万1500円付近の攻防が続いています。25日線は相変わらず75日線をゴールデンクロスしていますし、こちら5日線もまだ横ばい程度で下向きにはなっていません。明日 SQ 控えているということで、売り方も大きく売る動きにはなってないようです。2万1500円挟んでの、SQ 絡みの先物の動きがあったと推察されます。こうした中でアメリカで半導体指数が昨日大幅に下落しています。OECD が世界の経済見通し引き下げていますし、中国も全人代で経済成長見通しを引き下げていると、このあたりで景気敏感株の一角とされる半導体関連が昨日アメリカで売られ、東京市場の半導体株にも波及しました。8035東京エレクトロン、こちらは直近のレンジをやや下の方向に崩すような窓を開けての下落であります。1万4955円ということで1万5000円を下回って終えています。また経済見通しですね、世界の景気が停滞するんではないかという警戒感からか、いわゆるシクリカル関連、素材、非鉄ですとか海運といったところも今日は景気敏感なところが冴えず、9101日本郵船も今日は売り物が先行、1709円で1日の取引を終えています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。